海岸線の複雑な串本海岸にはたくさんの入り江や浦があり、貝の種類も豊富です。その貝をただ放っておくのはもったいないというんで始まったのが串本の貝細工。貝細工といっても、どこの観光地でも売っているのとはちょいと形が違っているのが都市の自慢です。では作り方を一つ拝見しましょう。貝は潮の岬にある出雲海岸で取れるものを使いますが、まず加勢ソーダにつけて汚れを落とします。これを水洗いにしましてな、地色がすっきりとするようにたわしをかけます。こうしてまっさらになった貝殻に色付けをしました。いろいろな動物を作ります。今おばあさんが作っているのはあの亀の子ね、あの親亀、子亀、駒子亀というあれでございます。頭も胴体も足も全部貝で作り、それを貼り合わせるんです。この細工物、国内には全然出していませんで、全部輸出向きと言いますからね、外貨獲得に大いに一つね、あの国のためになろうというわけでございますね。あの戯れに貝殻などと言ってね、おもちゃにはできませんですよ。いや、あ、おもちゃにしてるわけですな、はあ、この貝細工がこの地方で始まったのは約10年ほど前からと言います。この地方はほとんどが半農半業ですが、近海漁業の不振と農業の不況からこの貝細工の輸出が考えられたんだそうですね。すぐ輸出というところでね、その、海外に目をつけるのは、さすがこの、なんて言いますかな、この海外移住の多い和歌山県の人らしい思いつきですな。今ではこのお店だけでも50人ほどの主婦が内職にこの細工をしているそうですが、この手のかかる細工物、1個の売り値なんと10円なりと、またまたお安いですな。外貨獲得もなかなか容易なものではないと知りました。細工物はほとんどが動物ですが、立派な壁掛けもありまして、今これ般若ですね、映っておりますのが。こちらは花です。動物の種類も豊富で、クジャク、親子のカエロ、またはこのトラ、ネズミなど、材料の貝も赤貝、そして菊貝、宝貝など何十種類もあるそうです。いかがですか、和歌山の貝細工。